お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらの 2.0 コカッちゃんやっていきたいと思います。というわけで、はい、こちらのデッキが、まあ、20勝チャレンジで、クリアされてました。このデッキで、まあ、海外のね、プロ選手なんですけども、まあなんかね、すごいデッキなんですけど、ちょっと楽しそうだなと思って、今日はねこちらでやっていきたいと思います。はい、というわけで、まあ、やっていくんですけど、最近ね、こういう、ちょっとまあ、なんだろうね、すげえ高回転とか、まあなんか、ね、何々だけとか、まあすごいなんか、ふざけてるわけじゃないんですけど、結構ね、ネタデッキのような、ことばっかしてますけど、あんとね、まああと3日ぐらいすると、皆さん、世界大会です、私。はい。というわけでね、ラット大丈夫か？あいつ、最近、なんか、ネタ動画しか上げてないけど、ちゃんとね、やってんのかってね、思ってる方もいるかもしんないんですけど、ちゃんとすごいやってますんで、はい、ご安心ください。というわけで、12月のね、3日ですね、3日の、夜9時かな。しかも僕は、この世界大会のマジで開幕戦なんですよ。そう、なので、もう、すぐですね、なんで夜9時、はい、試合始まりますので、金曜かな、そう、金曜の夜9時で、勝てば土曜日、繋がってまた日曜日に仕上がるよねって感じなので、いや、ちょっとね、ぜひ、見てほしいですね。多分、クラロワの公式でね、生配信あると思います。いや、マジでね、応援してください。まあ、初戦がマジで本当に、ザ優勝候補なんですよ。もう本当に、化け物なんですけど、まあ、勝率というか、勝てる可能性は低いかもしれないんですけど、なんか直近の大会でね、僕、BO1 だったんですけど、まあ、勝ちましたし、まあ、ゼロではないんでね、やっぱ、ちょっとぜひ、応援してください。っていう感じで。でもね、世界大会普通に日本人が今回6人も出るんですよ。いや、これマジですごい。本当に日本のね、ちょっとレベルの高さがね、現れてると思うんですけど、まあ、32人出れるんですね。今年の世界大会個人戦で。で、32人のうちの6人が日本人。やばい、6分の1。ん ?6 分の1か。まあ、5分の1、6分の1ぐらいが、日本人ってね、いうことなんだね。他に出る日本の選手は、麦。KKA、あとは、グリコ、パンドラ、まあ、はじめっていう、まあ、天野選手とかね、こう、あんまね、なんか、リーグでは見たことないプレイヤーも多いかもしれないんですけど、マジ日本ね、バカ強いんだよね。そう、バカ強いんで、しかも、ブロック的にも、あんま被ってないんですよ。まあ、なんだろ、左上のブロックが僕、日本人一人で、左下のブロックにね、3人固まっちゃってんのかな。けど、まあ、右上のブロック日本人の1人で、また左下のブロック、日本人1人みたいな感じで、まあ、そこまでめちゃくちゃ固まってるっていうほど固まってはないんで、まあ、全然あるよねっていうので、そう、初のね、もう公式の世界大会初のてか、まあ、日本人初のね、世界1位が、はい、現れるかも知れないんでね、今年は。よいしょ、ちょっとそれ期待してね。なんかブロスターっていうゲーム知ってるかな？なんかスーパーセルっていう、まあ、ゲーム会社が、このクラロワっていうゲームを出してるんですけど、その同じ会社がブロスターっていうね、はい、ゲームとか、まあ、クラクラとか、ヘイデイとかいろいろ出してるんですけど、まあ、皆さんもね、そういったね、別ゲームやってくことあると思うんですけど、そのブロスターがね、ほんと昨日から世界大会があって、しかもね、そこでもう日本チームがね、優勝してたんですよね。いや、マジですげえなと思いましたね。日本が世界で優勝できるって、なんかこう、やっぱ日本ってゲームとかあんま進んでない方なんですよ。まあ、最近いろいろ e スポーツがどうとか言われてますけど、そんな進んでる方ではないので、なんかね、こうゲームチームとかもまだ作られて間もなかったりとか、なんかこう、すごいね、設備が整ってる、そんなイメージはやっぱあんまないので、いや、だからなんか、そういった中で、すごいっすよ。日本がね、世界一はね、えぐいです。本当にやばいです。で、今年はね、クラロワでそれが、まあ、ある可能性がね、すごい一番高いので、言っちゃえば。そう、日本6人、これがね、32人の中で、まあ、一番多いですね、日本が。なんか、ブラジルかどっかが、まあ、2人か3人とかいて、他もなんか、マックス、本当に2、3人とかだった気がするので、よいしょ。いやー、ちょっとね、まあ、誰が、頂点に立つかわかんないですけど、まあ、僕もちょっとね、いや、もちろん勝ちにね、はーい、いけますんでね。見てほしいね。よいしょ。なんか今年はやっぱチーム戦じゃなかったんで、そんな盛り上がりがやっぱなかったというか、ね、あったんだって方とかも多分多いと思いますし、まあ、注目とかね、低いとは思うんですけど、まあ、世界大会ね、
まだ見るだけ、見るだけでいいか。もう、優勝が決まる瞬間ぐらいはね、ぜひね、見てもね、面白いんじゃないかなと思うんでね。さあ、そんなわけで、やばいです。とりあえず、やばいです。見てたらわかると思うんですけど、やばいんですけど、まあ、小物いっぱいいるんでね、いや、ザップタント欲しいなとか思いながらね、なんとかなってます。さあ、これ、やだ、めきました。で、まあ、21か？結局、これ、1本折っても、この975折るのって、まあ、無理っていうか、あ、守るのか。折る、無理だと思うんですけど、守ります。はい。無理とかないんで。マジで。無理って思ってからが、スタートみたいなとこあるね。さあ、ここからね、守ります。あー、オッケー。爆破が入らないの、マジでかいですね。さあ、で、穴目の、ね、こう、あんま一緒にね、巻き込まれないように、しっかりね、いろんな位置に。ん、出してあげて。やばいやばい。痛い、やめてくれ。おい、いや、耐えただけマジでかい。しかもあれ、ザップで、落ちないんじゃないの？どうなんだろうな。いや、マジで、あんま把握できてない。ザップあんまつかないっすからね。やっぱ落ちないっすよね。ってことは、あれに会いたいの、矢の雨もつかないといけません。というわけで、でも矢の雨回ってないんですね。今、ブップします。はい。あえてあれ、矢の雨つかないといけないし、なんなら折れないっすね、これ。矢の雨回んないんで。回ったとしても、こっち折れてね。さあ、グッドゲームでございます。なんか、ゴレとかって、ロイジェイとか、まあ、ジャイとかでも、まあ、なんでもなんですけど、こういう高回転だったら溶かせないかも、って思うかもしれないんですけど、溶かすコツとして、スケルトンがね、結構大事というか、スケルトンが強いんですよ。スケルトンでゴレを溶かすみたいな、そういうイメージはね、ちょっと持ってほしいですね。え、スケでって思うかもしれないんですけど、スケルトンね、意外と攻撃力、まあ、火力がね、めっちゃあるわけじゃないんですけど、まあ、1コスで溶かせるって考えたら、まあ、すごい優秀なんですよ。で、やっぱスケとかだと、簡単にね、溶かされちゃうかもしれないんですけど、なんかこう、端前の相手のユニットにね、たまたま。なんで、そういうのを防ぐために、ナイトで蓋して、そのナイトの後ろにね、スケルトン出してあげたりだとか、なんかこう、しっかり縦からの、しっかりスケルトンでね、溶かすっていうのが大事になってきますね。よいしょ。いやー、でかい。長も勝てそう。で、まあ、ただあとは、もう回転早いんでね、ウッド使われようが、やらめ使われようが、ザップ使われようが、もう回転ご利用しでね、はい、やっていきましょう。これ飛んでほしくないね。オーゲイ、歩かせて。さあ、これ、ウッドとファイスピぐらいでいきそうだよな。おい。怖い。で、ザップ使った、スケでね、しっかり処理して、まあ、ザップ使ったんでね、どうしようかな。どうせまたガゴとか来んのかわかんないけど。とりあえず、アイスピッパーレルはしちゃってね。オーゲイ、あ、デリ、若っ！マジかよ。いや、デリはね、普通間に合わないんですよ。20歳超えてくると間に合わないんですよね。いやー、まあ、構えてた説あるか、今のは構えてた説あるけど、まあ、どうせザップなんで今回、マジでバレル飛ばし毒だし、多分吹き矢最強ですね。一生吹き矢生きてくると思っていいと思います。さあ、なんで、あとはもう本当に、ちっこいので、一生プレッシャーかけて、端前ハイスピとかもね、積極的にやった方がいいですね。ハイスピの火力がね、200あるんですよ。200って結構高いんですよね。1コスで。よいしょ。なんでこう、ほんと1コスのね、あれ年か、急に。1コスのやっぱ使い方とか、まあそういったところがね、大事になってきますよね。ここもちょっと見てほしいんですけど、緊急します。やばい、待って、ミスったかも。ごめんなさい。ジジイでした、俺が。ちょっと待って、まず、まあ、なんでもいいです。真ん中に寄せて、あと、キングの反対サイドの、まあ、一個前ぐらいにね、出してあげると、あれなんですよね。もうメガネと簡単にキングとできるんですよ。まあ、僕の動画をね、よく見てくださってる方は、ラットいつもね、やってんなってね、なるかもしんないんですけど、今日はちょっとね、ダメでした。ダメだったらダメなんですよね。常にこう、ね、できなきゃダメなんですけど、よいしょ。ふぅ、まあ、そういう日もありますよね。まあ、めったにない、めったに起こしちゃいけないんですけどね。よいしょ。さあ、というわけで、このスピーね、なんかさっきアイスピファイスピで溶けた気がしたんで、この吹き矢延命してもよかったね。で、あと相手ザップデリだったんで、まあ、デリがないタイミングに、ほんとバレルプラスの真ん中ないとやっちゃえば、多分終わるんじゃないかなっていう、そんな気はしてます。ああ、ま、ここは延命してもいいかな。この相手に飛ばしてあげて。吹き矢がやっぱね、相手がこう、ザップとか、
まあ、吹きは処理できないよっていうデッキだったらマジで強いんだね。アン入るんじゃないよ。さあ、でまあ一旦バレル飛ばそう。これデリがね、いやつえー、ただの神相性ですね。これに限ってはマジでただの神相性ですね。ウッドそろそろ取っとくか。あのさっきからウッド使ってない僕なんかやばいことになってるんで。よいしょ。まあウッド回るか。真ん中オールブレイクが来なかった。オーケー。まあさすがだったかな。まあ何使ってもファイスピとかが入るし。オーケー。まあまあまあ、神相性ですね。ほんと相手がザップ系しかなくてね、吹き矢とかやりゴブリンどうにもできないよって時はしっかり吹き矢やりゴブリン見せてね。まあ、相手がきついことをね、しっかり意識してやっていく。やりゴブがきついならもうやりゴブいっぱい出すみたいなね。吹き矢がきついならまあ吹き矢いっぱい出す。もう当たり前に大事ですし、あとはね、1コスですら無駄にしないっていうのがね、結局大事になってきますかね。さあ、ファイスピ。このファイスピもしっかり活躍してますと。で、やりゴブリンで、プレッシャー与えていく。で、アウトローを受けるためにナイトを出していくと。で、このやりゴブリンのダメージを抑えるために、サスケートをね、使っていくという感じで、今のところね、多分無駄がないと思うんですけど。で、あとウッドでね、一旦剥がしましょうと。で、バレル来たら、まあ、なんか適当に、守りましょう。で、やりゴブリン。いらないですね、これは。はい、これはもうもったいない。まあ、出すなら端前でよかったよねっていうわけで、これバレル来たらね、スピスピで、ファイスピをなんかで中にめり込ませて、バレルカンプができるんですよね。さあ、これなんとなく逆に攻めます。あ、これさ、待って。俺、いける気がした。オーケー、ナイス。で、これも多分アイスピで、いける気がするね。わあ、やめてくれ、いていていてて、ああ、やばい。いた。今のでそんな受けなきゃいけない。っていうくらいね、ちょっと痛かったんですけど、さあ、もう無視でいきましょうか。受けやぐらいはね。反応若くないと間に合わないんでね。はい。というわけで、さあ、で、これ今左の方がね、ダメージ受けてないので、ここはもうね、あ、じゃあ右の方がダメージ受けてないんで、はい、許容っていう名のね、無視でいきましょう。で、まあ、俺の負け筋なんだろうな。ロケ削りとかなのかな。さあ、バレルが大きいですね、これは。まあ、誰でも今のは、分かってほしいですね。はい。しっかり気づいていきましょう。バレル大きいのにね。で、さあ、で、バレル攻めながら、これ右サイドに攻めてるんでね。こっちにウッドとか、まあ、なんかね、ユニット対応してくると思うんで、対応してこないですね。左サイドにもプレッシャーかけてあげて。いや、これウッド打ってもよかったな。結局、なんか、ファイスピーあとはスケアリゴブと終われば、なんか守れると思うんですよね。うん。ゴブリンバレル。さあ、ファイスピー攻める。あれ、ウッドで剥がします。で、一応バレル警戒で。スケとかもね、こう流しながら。相手からしたらうざいですからね。よいしょ。さあ、これはね、完封できそうです。で、ファイスピーが入っていくと。困ったら、まあ、ファイスピー、とりあえず出してみましょう。ファイスピーマジ強です。で、ファイスピー飛ばして、で、これ飛べば入るんだよね。おい。いや、マジで、鬼強くね。で、まあ、スケとかアイスクとかね。おい、プリンでね。スケルトン読み戻してきます。相手さん。うまいですね。で、ウッドがあるんで、まあ、ウッドで守ると。で、左サイドにね、プレッシャー与えながらの本命は右だよねっていう、相手はどっちを守ろうかなってなって、まあ、そっち守るとね、はい、右がね、どんどん入っていきますよっていう。まあ、これ、イケイケどんどんなので、もう、なんか、ゴリゴリにいっちゃっていい気がしますね。で、ウッドが回ってなくて、吹き矢も無双してて。で、もうこの辺のファイスピは見逃してくださいと。いうわけで、まあ、なんか勝ったな。ナイス。さあ、来ました。よろしくね、と。いうわけでね、まあ、無駄なくしっかりやっていきましょう。ありがとう。いいね。で、ヤリゴブリン。ヤリゴブはね、最近ちょっとゴルナイのね、突進とかでね、やっぱ全部いかれちゃうよねっていうので、ちょっと評価がね、落ちてるというか、あんまなんか使用率がね、高くなくなってきましたね。さあ、拾います。で、この位置はね、射抜かれません。ナイス。で、ファイスピぐらいでね、あんたそれ言うタイプか、もしかして。いやー、それはね、泣きたくなっちまうな。マジアチャオールブレイカーっすね。なんで、まあ、オールブレイカー、あとは、今見たらマジアチャ取りだね。あれ、マジやばいっすね。あれ、どうしようかっていうところで、鬼攻めます。はい。鬼攻めて、なんとかします。オーケー。バレルをね、奥にやって、手前の吹き矢ですね。なんで、ユニットの位置次第では、めちゃくちゃ吹き矢が入ります。相手のね。いやー、これ取り逃されるっすね。
されんのかい。ウッド使ったな。で、まあトルネか。あー、これ持ってるんでよくないですね、このバレルの位置。キングに座れる？いや、座んのかい。オーキー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 。いやー、これちょっと渋いっすね。トルネウッディだよ。マジアチャだよ。まあ、橋前ファイスピとか。まあその辺かな。まあファイスピーウッド。まあアイスピーウッド。まあスケウッド等でね。ボールブレーカーとかね。はい、やりながら。いやー、これ美味しいですね。吹きは多分入らないんですよね。オッケー。いや、熱っ。いいトルネですね。まあ、トルネ使ったんで、俺バレルの位置どこでもいいよねっていうので、ちょっとね、奥にやります。一応バレル外してほしいなっていう。さあ、これ外れますからね、結構。やりゴブリン来たと思って。いや、外れねえか。目がいいですね。まあ、でも、後ろに飛ばしたことで、やりゴブリンがね、ちょっと入ります。じゃあ、ファイスベ削って、いやー、これはちょっと間に合わんな。さあ、これね、確実にトルネ来る。おい、いてー。いや、でも、吹き矢が強え。からのさあ、ウッド使った、吹き矢入った。で、今、ウッド使ってんでね。ちょっとゴリゴリに行きたい。で、ナイトもやりゴブも咲いたら、相手受けがないんですよ、意外と。よいしょ。いや、でけ、何もカモンが入りそう。よいしょ。で、さあ、で、これはね、しっかり回して、確実に。で、あれはもう、後ろの正面ナイトですよっていう感じで。OK? さあ、もうこれはもう、あとウッドとウォールブレーカーにしっかりファイスカー出てあげれば。あれ、まあ、ウッドで終わりか。で、マジックアーチャーこんにちはだけしてあげて。OK! さあ、まあ、というわけで、まあ、今回ではね、まあ、慣れが必要かもしれないんですけど、意外と慣れてしまえばとか使ってみたらね、はい、意外と使えるもんですので、ちょっと皆さんもね、ぜひやってみてください。というわけで今日はね、終わりたいと思います。世界大会ね、マジ皆さん、応援のほどね、よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録、高評価の方もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんです。またね。